川島実は、元プロボクサー、医師、仏僧。気仙沼市立元吉病院元院長。ドイツ文学者の川島隆氏は実定。京都府長岡教師生まれ、奈良県奈良市育ち。東大寺学園高校を経て、京都大学医学部医学科へ進学。大学入学後、体を鍛える目的で偶然始めたボクシングで、頭角を表し、6年時にプロ合格。 京都検討会所属。現役医学部生ボクサーとして注目を集め、西日本新人王 MVP に輝いた。中日本新人王、西部日本新人王を下し、西軍代表として全日本新人王決定戦に臨むが、東軍代表に判定負けを喫する。プロ通算戦歴は十五戦九勝五敗一分。プロボクサーの現役時代に、石国家試験に合格し、 医師免許を取得。29歳でボクサーを引退した後、地域医療に携わる。東日本大震災の発生後は、ボランティア医療のため、常勤医不在の宮城県気仙沼市立、元吉病院へ、当時の勤務地であった山形県から片道4時間かけて、毎週末通い詰めた。不在だった、院長就任を依頼され、2011年10月、就任。 医療体制に道筋をつけて2014年3月退任、フリーランスの医師となる。2014年、東大寺で在家僧侶の資格を取得。両親ともに京都大学出身。家族は薬剤師の妻と一男三女。2018年12月、2019年4月投票の奈良県知事選挙への出馬を表明したが、現職の荒井翔吾に、 約15万票近い差をつけられ、候補者3人の中では最小得票で落選した。ありがとうございます。